愛しきゆで卵。最近ゆで卵の殻がむけにくくなっていると思いませんか？カツンとやった時のひびの入り方が細かくて、爪を立てても1回で5ミリ角くらいしか剥がれない。次こそはパカッと大きく剥がれるに違いないと期待をしながらペリリと剥がすと、今度は3ミリ角、次が4ミリ角、次が2ミリ角、3ミリ角、剥いても剥いても3ミリ角、5ミリ角、1分経っても半分も剥けない。半分ぐらい剥いたところでイライラして怒り出す人と、情けなくて泣く人とに分かれる。泣きなさい、泣きたい人は本当に泣きなさい。こんなにくだらなくてこんなに悲しいことはそうあるものではない。食べればせいぜい2口ぐらいで終わる食べ物を、2分も3分もかけて3ミリ角ずつ4ミリ角ずつ延々と剥いていくのだ。時には3ミリ角の殻の下に身がついてきてえぐれ、深い傷跡ができることもある。3ミリ角ならまだしも、6ミリ角の身が大きくえぐれることもある。泣きなさい、声を上げて泣きなさい。ようやく全部剥き上がったゆで卵はあちこちえぐれ、手垢で汚れ、もう食べる気にもならない。昔のゆで卵はもっと簡単に剥けたような気がする。最初、真ん中辺が切って半分ぐらいの大きさに剥がれ、次に切って1枚ぐらいに剥け、その次には突如上半身がパカッというかすっぽりというか丸い形のまま剥けたりすると、すごく嬉しかったものだった。剥くというより外すという感じで、例えば誰とは言わないが、テレビによく出てくる経営コンサルタントの人とか、あるいは大リーグ通のあの人とかが家へ帰ってやれやれなんて言いながら頭頂部を外すときは、きっとこんな感じだろうなと思わせるものがあった。こうして剥いたゆで卵は、ゆで卵のようなという表現があるように、つるつる、すべすべ、つやつやと輝いていて、見ていて楽しく、手に持って嬉しく、いかにも食欲をそそるものだった。そうです、ゆで卵は常に楽しい思い出とつながっていたのです。遠足、花見、運動会、観劇、観戦、汽車の旅、キャンプ、行楽、ハイキングと思わず韻を踏んでしまうような楽しい思い出とつながっていた。汽車の旅などでは冷凍みかんとゆで卵は必携品であった。ゆで卵のことを腕卵なんていうおばさんの一団が窓際に座っていて、4人揃って腕卵を食べている図なんていうのがよく見られたものだった。ゆで卵がこういう行楽の友となり得たのは、もちろんその美味しさもさることながら、いつでもどこでもすぐ取り出してすぐ食べられる便利さがあったからだと思う。硬い殻で自分自身をパッケージしている便利さ、携帯紙弁、手頃な大きさ、例えばうずらの卵だと小さすぎて手間がかかりすぎる、もっと大きかったらどうか、ダチョウの卵ぐらい、ソフトボール大だったら、ゆで卵の歴史も随分違ったものになっていたと思う。遠足の時など3個も持っていくとリュックがいっぱいになってしまう。1個食べるとお腹がいっぱいになって他のものが食べられなくなる。卵かけご飯の時はどうなのか。ご飯の上から生卵をかけると茶碗から卵が溢れ出してしまうに違いない。小さくて可愛くて小腹が空いた時に手頃で、その上半分に割った時のデザインが実にいい。まん丸くて外もまん丸なら中もまん丸。鶏という動物の命のもとがこんなにも単純な形であっていいものなのか、もう少しなんとかならなかったものなのか、もう少し色をつけてくれてもよかったのではないか。このことは
味についても言える。ゆで卵の中身は白身と黄身の2つだけ。他のものは一切ない。食べてみても白身の味と黄身の味の2つしかしない。他のものは一切ない。複雑極まりない命の組成であるはずの卵なのだから、もっとたくさんのもっと複雑多岐にわたる味があっても少しも不思議ではないはずだ。なのに味は白身の味と黄身の味の2つだけ。だからこそゆで卵はいつまでも人々に愛され続けていると言えるかもしれない。お米の味が毎日食べても食べ飽きないように、ゆで卵も単純な味だからこそ飽きられないのだ。デパートの家庭用品売り場に行くと、ゆで卵専用グッズがたくさん売られている。いっぺんにたくさんスライスする道具、花形に切る道具、殻むき専用具、茹でる前の生卵に小さな穴を開けるためだけの道具、後でうまくむける、半熟卵の殻の先端切り取り機などなど。考えてみれば、毎日ゆで卵を食べるわけでもないのに、そのためだけの専用具がこんなにもたくさん用意されている食品は他にはない。例えばこうした便利グッズの一つに皮むき器があるが、これは大根の皮も人参の皮もじゃがいもの皮もむける。ところがゆで卵関係はゆで卵だけのためにある。人々のゆで卵に対する深い愛情をこの道具たちが物語っていると言わざるを得ない。と同時に、人々がいかに卵の殻を剥くのにイライラしてきたかを物語っていると言わざるを得ない。